なんで。バンバンザイ、ルナです。岸です。みゆです。はい。どうぞ。怖いんだけど。おかえり。何？はい。ということでですね、今回岸の家で黒歴史探してみたー。イエーイ。マジでないよ多分。でも、うん、結構探されそうじゃない？なんて言ったってここ実家ですから、岸くんの。まあ今日は探していきたいと思います。はい。それじゃあ早速やっていきましょう。はい、ということで、うん、リス君の昔の写真とかってありますか？写真はね、多分2階とかなんだ。え、何のガールで？え、何のノート？あ、待って、やだやだやだ、待って、ガチだ、待って、本当にやだ、待って待って、ちょ、1回見させて、1回確認させて、確認だけお願い、本当に。いいよ。夏。じゃあ、ルナちゃんが代表して読みますか？はい。これサッカーノートです。いくよ。誰にも見せないよ、特にこのページは。これ小学校の時だからね。最強のプレイヤーになる。いいじゃん、いいじゃん。最近ストレスがやばい。3月20日、全国大会優勝。マジでやだ。認められる。おお。サッカー選手でのスタメン。でも将来は SP です。セキュリティポリス。いやでもなんかこのノート見てたらね、変なことはないんやけど、ただギス君がね、サッカーに対する思いとか仲間のが優しさとかめっちゃ分かるノートでした。確かに難しいですね。じゃあ次探しましょう。はい、はい、てかね、さっきちょっとお母さんが出してたあの学生のね頃の写真を見たいんですけど。はい、これあ、奈良ですか？奈良行ったの？え、これルナの近い。奈良行った。地元近い。こんな感じですね、僕の。まあまあこんなもんですよ、もうやめましょう。なんか2階に写真あるみたいなことチラッとギシ言ってたから、それもね、見ていきたいと思います。はい、はい、今ちょっとね、2階に行こうとしたんですけど、あのね、ちょっとここに手紙大量のやつを見つけたので、はい、ちょっと見ていきたいと思います。ギシが書いたやつ？違う、もらったやつ。え、やばくない？もらったの？もらったの？モテキ、あんた。いや、多分9割同じ人。ちょっと見よっか。このなんか分厚く、なんかすごい見てほしくなさそうに折りたたんでるやつ。それ見よ。怖い、本当に怖い、マジで。小学校の時に両思いだったんですよ。あ、そうなんだ。そう、両思いの時に授業中とか手紙交換をしてた。懐かしい。こんな折りたためってことは相当見てほしくないんだよ、他の人に。あ、ちょっと待って、本当に俺もやだ、俺もやだ、マジで。ゲス君、おいで、こっち逃げるな、あんた。本当に嫌だ。これは、うん、その好きな人が違う人じゃないよねっていうなんか手紙っす、ね。ああ、なるほどね。あ、犬へ。犬へって呼ばれてたの。あんたワンちゃんか。ちゃお。今日は眠いから短くするね。では昨日の8個書くやつ、チビかける8って書いてごめんよ。だから今ちょっと待って、だーれ。あ、多分好きなとこかな。義士の好きなとこ書くかな。1、面白い。うん、それはね。2、なんか笑える。わかるわかる。3、チビ。あ、チビだったんだ。4、優しい。5、M な感じ。M なんや。 M じゃない。 M だね、今も言ってない。6、かっこいい。テレ。7、赤が似合う。あ、わかるわかる。赤似合いますね。8、超ウルトラスーパーミラクル大かける1000好き。めっちゃ好きやん。めっちゃ愛されてるやん。って感じ、わら。これちなみに何年生の時？小5、小6あたりじゃないか。もう行きましょう、2階に。はい、じゃあ、2階行く？はい、わかりました。てかね、アルバムがめっちゃ多い。お母さん、本当にさ、いいお母さんだよね。わー、かわいい。これ、ギシ？え、ふてぶてしい。こん時、太ってたからね、僕は。あ、そうなんだ。チーン。風船で隠してるけど。何これは？何をやってたの？いや、わかん、父さんこういうことすぐさせる。父さんと一緒のことしてるの。うん、懐かしい。可愛いね。めっちゃ可愛い。なんでこんなに可愛いの？てかこれさ、ギシ君のさ、ファンの人からしたらめっちゃ得よね。燃える燃える。顔見れて。あ、すごい。え、可愛い。え、これまず可愛い。ギシだ。懐かしいですね。まあ僕本当にこんなもんですよ。あれなんじゃない？もう黒歴史って、もう今のギシ君自体黒歴史になるんじゃないかな。いや、そうだよね。今の方がさ、ちょ、黒歴史多いですよね、僕。確かに確かに。いや、ちっちゃい頃なんて黒歴史ないから。ないな。いや、でもみー一番の黒歴史は目の前にあるけどね。中学校の時に作った作品ですね。これ何ですか？ライト本当はつくんだ。ライト、電池入れたらライトつくんですけど、はいはいはい、これは瀬戸内寂聴さんのライトです。これいつ作った？中学校2年生ぐらいに撮ったな。なんかね、人と考えることが違うんですよね、多分、岸は。瀬戸内寂聴さんが大好きなんですよ、顔が。いいね。でもなんかこういうの中学校で思いつかないけどね、普通は。こういう一面もあったそうですね。はい。はい、なんかね、岸くんのお母さんがね、カルタ箱を渡してくれた。カルタやっちゃう？ちょっとやりたい。ちょっとやる、カルタ。ちょっとカルタやる。じゃあ読みますね、私が。ろうそく火を触ったら熱い。ろ。え、
見せて。へこりって書いてる。へこりって何？わかんない、なんかへこりって書いてますね、これ。あ、じゃあみゆ一番好きだったやつ。ペンギン。あった。やー！あー！ペンギンの絵があるとさ。はい。かわいいわ。いきます。はい。のり、ペラペラで美味しいね。これだ。この動画大丈夫？もう黒歴史じゃなくて、俺がただ面白くないやつみたいになってたけど大丈夫かな、これ。ペラペラで。もしもし？あ、切られた。もしもしって言っちゃってるもん、もうこれ。もしもしって言っちゃってる。え、これも意味わからん。和音のお字を書く。見てください、もはや一文字目じゃないんですよ。おー、探そう、みんなで。じゃあよーいどん。もう次で終わりましょう、怖い、緊張しちゃうんで。はい、りょうた8歳以上てんてんてん。おった、マジで意味わからん。りょうた8歳以上、いや手でかすぎやろ。はい、2年生だからね。まあ、ここら辺にする。はい、え、でもこれさ、こういうの残してくれてお母さんに感謝よね。いや、そうだね、本当にね。なんか黒歴史というよりはなんか義士が天才だったんだなって思った、うん、普通に。いや、全然全然。まあ、なんか義士が中標津で愛されててね、こっちも安心しました、一緒にやってて。いや、ありがとうございます、うん、本当に。終わらせるか。はい、はい、ということでね、まあ、ちょっとルナとミユのね、黒歴史もいつか、はい、いや、見たいね。いや、マジでルナないと思うから。あるあるある。いや、ないって言ってる人の方があるから。ちょっと私たちに振ってるんで、はい、まあ、次はルナの実家とかに行けたらいいなと思います。はい、はい、ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。こんなに大きくなりました。お母さんに感謝だ。